八神さん。八神さん。何？は？時間食っちゃったよ。楽しかったでござるよ。
うも。なあ。おい。お。ああ。いい加減にしろや。あ？かかってこい。なあ。ああ。え。はは。怪しいな。え？ヤガミ。ええ。はあ。おい、ヤガミ。何？これが証拠です。何？はい。え？なあ。え？
何？あ？もし。ヤガミ。なあ、これが証拠だ。なんだと、ヤガミ。何？ヤガミ。新谷先生、ちょっと、一応え、来い。羽村の頭から苦情が来てる。ん？せっかく無罪になった。俺も同感だ。俺が勝ち取った無罪にあんそうだよ。おかげでうちは今
弁護依頼がさ、もうあの事件は弁護士にとっては終わったんだろうが、ま、もう迷惑だっつってんだよ、お前の探偵ごっこは。なんでお前は俺の邪魔すんだ。え？あの事件、羽村は真犯人、俺らをコケにして罪を逃げ切ったの。あんたはこれでいいんだろうけど。はっ、偉そうな口叩きやって。今逃げ回ってんのは羽村、強霊界に狙われてる。昨夜の銃撃事件がそうだ。で、ある筋の話じゃ、羽村を無罪にした弁護士の身も危ないらしい。あんたのことだよ。ああ？だからせいぜい気をつけな。今日はそれだけ言いに来たんだ。じゃあな。俺は俺がやるべきことをやる。ふざけんなてめえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。どういうことだ。なんか知ってんのか、俺が知らないモグラの情報を。羽村から何か聞いたな。知ってること全部話せ。もしまたモグラが人を殺してみろ、その責任はあんたにもあるぞ。そんなわけねえだろ。大体弁護士には守秘義務ってのがあるんだよ。勉強し直してこい、新谷。あいつのこと尊敬する兄弟子とか言ってなかったか。